はい、ただいま。今回はスペイン語です。どうかな。とりあえずロード。マーキスクリビエ。カガンド。カガンド。いろいろな、勉強になりますね。ガーダ。ガーダ分かったね。まあ、全部分かってる。じゃあ、このヒルファ。ドイツ語でヒルファだな。なんだろう。助ける。アユダ。よし、アユダしました。アユダタ。いいですね。じゃあ、これはスペイン語です。適当ね。これはスペイン。みんなはスペイン語で話せるだから。まあ、このゲームの中で。マタロ。マタロの意味は、彼を殺す。殺せ、多分。マトロ。おっぱいのペロペロソース忘れた。森ネズミ。森ネズミ。しん、え、犬。あ、今回パセッタ。じゃあ前回よりいいね。今回調子がいい。来いよ、ジジイ。さらばだ。こげ、こが。発音わからない。こげ、こが。きり多いね。きり深い。なぜこの、おっぱいレロレロソース。おっぱいペラペラソース。ペロペロ、ペラペラ。忘れちゃった。死んだかい。みんな死んだかい。今回、千パセータか。ああ、このジジイ、残りのジジイ、キリが多いね。全然見えない。これはモッドのところかな。モッドのやつ。それとも、この PC ハンどうかな。今回セーフしよう。まあまあ、簡単だったね。一発でくれ。やり直すかな。まあ、犬はめんどくさい。あまりやり直したくない。でも、まあまあ。この辺は簡単です。本当に簡単だから。この村のところで、まずいなら、やり直すかもしれない。でも、今は大丈夫。C。はい、C。じゃあ、これは、はずこぎだ。なんという。そして、スポンガクール、セクシュアル、ディスクリミネーション、セクシュアル。まあ、大体。ラピード。はい。さっさと、かな。一曲も早くかな。まあ、セーブしよう。ゲームのバグのところ、まずいね。クラッシュとか、もう、前回クラッシュしちゃった。気持ち悪い。あ、犬助かった。この辺殲滅したね。家、何もないだと思う。じゃあセーブしよう。今回は悪くない。これは、なんだ、上書き。まずいなら、やり直す。だから、新しいセーブ作るから、上書き大丈夫だな。じゃあ、うわ、遅い、このリオちゃん。リオの技できない。フルヘルスで見たい。元気なら、いろいろな運動できる。なんだ、アクロバティックかな。どうかな、とか、もう、めんどくさい。無言禁止。まあ、今は、余裕だね。平和です。これは平和です。あとで地獄だ。でも、今は平和です。この平和の調子を楽しましょうか。いいね。じゃあ、この村どうかな。簡単か？まずいか？
インスタクメントだいたい同じだな。ミラ。こっち行こうか。うう。コガ。これはコガか。いや、トレ、トレ、トルという意味。パタダス。パタダス。ああ。こっちはチェーンソーのやつか。ノーネームさんよくできましたね、このチェーンソーの時。来いや。ああ。もう、頭飛んじゃった。頭飛んじゃった。これは、ああ、そうだ、このヨーロッパのいいところだな。バイオハザードの日本版、頭飛べないだから、こっちの方がいいね。多分、倒した方がいいね。いろいろなお金を集まるため、あのやつは1000ルービーだから、まあ1万パセイタ、1000ルービーじゃない、1万ルービー、1万ルービー取りたい。今回どうする？はい、今回パタタス。はい、来いや。よし、いい調子。いいぞ。え？自分で倒すな。チェーンソー、クロス買った。チェーンソーのやつ。まずい。とりあえず、逃げろ。もっといいところに行きましょうか。これはかなり簡単でしょ。これは本当に、なんだ、こっちは？これは本当に、モッドかな。犬覚えているが、こっちは、姉妹たちがいたはずだ。がいるはずだ。まあ、ケベルケレケレ、パタタス、パタタ、なんという。もう、間違えちゃった。来い、もう。倒した。それはいい調子だな。新しい技。犬来た。これはモッドですね。犬聞きました。犬来る。ちょっと回復したい。どうやって？これです。吸気スプレーしたくない。とりあえず、ハーブですね。じゃあ、これ使おう。これ使いましょう。とりあえず。ちょっと逃げよう。ああ、大変。見える。このやつ見える。来るか？来るか？来ないか？ああ、そうだな、ショットガンの弾。ちょっとまずいところかもしれない。まあ、とりあえず入りましょうか。はい、はい、はい、アイス。スティックですね、スティック。とりあえず入りましょう。2番目の、チェーンソーのやつ。インプーラか。犬もまだいるかな。
窓使える。チェーンソーのやつどこ。はいはい、出てけ。いい子だ。お前らまだいる？え、うう、うまい。うまい、ジジイ。はしごは？うう、うまい。蹴りなさい。出てけ。ダメダメ。パタ出す。やめなさい。もう。チェーンソーのやつ聞いた。自分でハマった。ちょっとまずいね。大変なところ。じゃあ、これですか？いや、拳銃でいいだろう。はい、ショットガンの方がいい。ショットガンでよかった。Estás muerto. Muerto es sí, des, sí, des, ¿no? Sí, va, hay. Tú eres I. O soy, ¿de acuerdo? Hemos dicho sí.